皆さんこんこにちは京都府立植物園では開園100周年を記念といたしまして今年は特別にさらにバージョンアップしました「早春の草花展」を2月の9日から3月の10日まで開催いたします。100 1種類のの草花1万株の植物を 展示植栽しておりますので、その圧倒されるボリューム感で皆様をお待ちしております。はいえー、エントランスを入っていた,いただきますと、菜の花、ストック、チューリップ、春を呼ぶ花々、そして、えー、たくさんの写真スポットも用意しておりますので、えー、皆さん、本当に、えー、お楽しみいただけると思います。でえー、さらに今年は、 パートナーシップを結んでおります、滝井守廟さんとあのコラボレーションいたしました、えー。特別なブースも用意しております。そこでは、えー、今年のトレンドとなります、新しい品種、新しい品目もご用意いたし,ますいたしておりますので、えー、皆さん、えー、の,あの花に満ちあふれた生活に、えー、貢献するものと確信しております。 会期は今申し上げました2月の9日から3月の10日まで開催しておりますのでいつ来ていただいても皆様の身を楽しませることができるのではないかなと思っています。